皆さんこんばんは、吉本新劇団新名哲郎です。にーな、なーに、ありがとうございます。始まりました、吉本新劇団新名チャンネルでございます。ありがとうございます。どうも、始まりました。さあ、今日はですね、新企画の第2回でございます。僕の給料明細を公開しまして、この給料明細の6月分ですかね、はい、2009年の6月25日に、支払われた、11年前に支払われたこの明細を当ててもらおうと。さあ、今日もゲスト呼んでおります。ゲストの方はこちらの方でございます。どうぞ。イエーイ。わかるな。吉本新喜劇の森田真理子ちゃんだよ。マリちゃんだよ。画面揺れとんね、画面が。あ、そっか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あなた、お名前なんて言うの？いや、私、知ってるでしょ。新名哲郎です。新名哲郎っていうので、はい、素敵な名前。私、あなたに出会うために。うるさいな、その。ああ、うるさいな、ほんまに。ところで、あなた、お名前なんて言うの？いや、さっき言うたやろ。新名哲郎や、知ってるでしょ、あなたは。そうだった。新名哲郎、下から読んだら、うろつてないの？なんで下から読むの？よろしくね、うろつて。いや、新名哲郎で言え。イェーイ！マリコちゃんでございます。ありがとうございます。マリコです。はい。よろしくお願いします。自分の自己紹介、軽いな、ほんまに。さあ、マリコちゃん、よろしくお願いします。うろつて。うろつてね、鉄郎でええねん。給料明細だし、今、ふむふむって聞いてたらさ、2009年。2009年。今の見せんかい。いや、見せれるか。今のやつ公表せんかい。今のやつ見せたらもう引くやろ。見てる若手の進撃ザインとか、多分あなたが、ニーナさん全然もらってへんやんとかだろ。いやいや、私を見て、どう反応したらいいかすごい困ると思う。いや、困るやろ、それ。このね、ピンク、薄ピンク、なんやろな、ピンク、肌色みたいな色やろ。見てみよう。いや、だからこれ当てんねん、これを。当てんの？なんですよ、ほんまに。よろしくお願いします。はい、やないね、かわいないわ、ほんまに。さあ、マリコちゃん、はい、まあ、僕ら入った時は800円ぐらいですか。そうです、私も、はい、前安代ちゃんがいてくれまして、ワンステ800円ね、一番最初ね、はい、800円でございます。だから1日2回公演やって1600円もらいまして、うん、おお、そう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 、ね、ですよね。でもほら、税でパタパタパタって飛んでいったらさ、はい、ゲーセンね、バーって引かれて400円ぐらいですか。そう、400円ぐらいですかね。だからそれをいろいろ計算していただいて、マリコちゃん、ちょっと今日は固定カメラですか、ちょっと揺れますか。揺れしてる。やめろ。寄ったやろ、お前の肩揺らしてるか、お前。あ、いいね。いや、嫌だよ。あ、嫌やね、嫌やね。どんな嫌やね。あ、でも肩揉んでほしいけど、肩揺らされんの嫌。何の話だ、今日。どうでもいいです、あなたのね。さあ、何ですか、これに書くんかい。ここに、はい、なんなん、これすごくない、ちょっと見える？これさ、テーブルにさ、はい、こんなんついてるんですよ。すごい。でも コンセントちゃう？そうそう、コンセント入れよ。なるほどね。そうそうそう、あれ、もう画面映ないけど、これをね、多分カップ入れ、はい、下に入れてコンセント多分で、パソコンとかやるときに。クリスタすごくない？これティッシュケース入れるかと思うやな。あ、そんなもいけるかもしれんな。ティッシュ、うん、このテーブルコンセントでもやる。いつのやつですって、2009年。はい、2009年6月25日、はい、6月25日の、うん、落書き帳やないんですよ。6月25日うろつてないの、逆から見えるから。ほんで、なんでな、新名哲郎ですからね、逆にしなくていいんですよ。ヒントないんですか。まあ、ワンステ2009年入って何年目ですか。入って、俺多分入ってすぐちゃう、新喜劇入ってすぐ、新喜劇入ってすぐ。新名さんはこれ多分2009年の1月ぐらいから多分出始めてると思う。なるほど。多分ね、多分ですよ。まあ、だから半年後ぐらいですね。うん、半年後ぐらいでまず新喜劇の出番があったのかな、うん、入れなかったですか。うん、LGK の出番があったら、はい、ワンステまだ800円と思う、その時、はい、正直ニーナさんは、うん、漫才をやってはった芸歴があるけど、うん、新喜劇入った時点でそこリセットされての800円からのスタートだと思うんですね、みんな。そうですよね、はい、で半年経って800円から絶対に上がってません、はい、でワンステ800円です。で NGK1 週間あります。だいたい1週間平均18ステ、うん、まあ、20ステあったとしても、うん、6月25、はい、そんなステージないわ。夏休み20ステージは多分ないと思う ね、 ないですね。平日とかはせやねん、ないねん、うん、誰にせやねん、ないねん。火水木金が2ステア、2ステアとしまして、死にが8で、土日が4ステ、8+8は16ステぐらいとしましょう。おお、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。16ステかける800円ですよ。けどそもそも NGK の出番に入ってないかもしれない、これ1ヶ月間だからね。それをヒントとして与えますんで。11年前って京橋花月ありました。ありました、京橋花月のやつもあるんです。え、いや、いいですよ。いいんですか。それはいいですよ、見て。京橋花月は入ってたということですね。
入ってます。だからあの行見せますわ、多分これだけでも多分分からんと思うね。あ、そうなんですか。なんでかって言ったら、うん、ABC コメディも入ってるのよ。見て、はい、いきますよ、いきますよ。はい、ちょっとじゃあ教えてもらおう。番組行は3分の1ぐらいの行しかありません。もういや4分の1ぐらいかな。はい、うん、これは多分放送分ですね。放送分が入ってます。放送分ね。はい、放送分は大体分かった。分かります。放送ギャラは私と一緒やと思います。テレビギャラは、テレビギャラ一緒やと思います、はい、そしてこれ3行目 ABC コメディです。かきくけ公演前。うわ懐かしい懐かしいでしょ。いやそれ懐かしいわ言うてる前に。そしてこれマリコちゃん絶対これは難しいと思う。その後にね、はい、ドキュメント出たんですよ。まだドキュメント漫才出た頃の、はいはいはい、最後になんかドキュメント密着ついてくれて、俺ダヴィンチっていうコンビねやってた時に解散するまで、うん、でその後のそれぞれの道みたいな、だから相方はまた違うコンビで組み直して、で俺は新喜劇に入って、それぐらいの密着ついてくれて見た見たオンエア見たぞ。見た、夜中にやってる、多分夜中にやってたもん、ね、はい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 、でそれのギャラも入ってるんで、これも多分絶対分からんやろ。ほんで多分このせやね番組出ました。せやね出てる、すごい。これ多分みんな出てたやつちゃうかな。新喜劇50人ぐらい出たやつ、なんか50人ぐらい出たやつ、多分小籔さんとかみんな出てたんちゃう、うん、そして NGK 一周出てます。おお出てる、はい、しかもゴールデンウィークの時のやつが入ってるやん。えほんまやな。だからステージ数多いですわ。多いと思う。5月5日から5月11日の1週間新喜劇出てます、うん、ということはこれ完全にゴールデンウィークの最後らへんやね。最後らへんやからなんか、うん、ゴールデンウィーク中はもう平日でも4回やるんですよ。はい、これ出ました。京橋新喜劇実演、はい、京橋花月のやつです。これも1週間25、そうです1週間。これを考えて、京橋花月も5月19日から5月24日から回数少ないと思うんですよ、うん、京橋花月ってさ何回公演やったっけ。いやそうやろ、だからこれめっちゃむずい、忘れた、これ結構むずいわ。むずいねこれ。これ何ですか、これこれなんで2個あるんですかね、同じやつ。ほらそういうの考えてください。まあ一応これで考えて一遍分かった、答え出して、でその後にファイナルアンサーかどうかも聞きますんで。これね、うん、Life is Beautiful 2個あるでしょ、うん、これ間違ってんのよ、あの、うん、先月、うん、追加公演分のやつ入れてませんでした、忘れてました、せや境に今回入れときますのパターンじゃん。いいですよ、どっちでもいいですよ、最初はね。最初は考えて書いてみてください。後で それの、 あのヒントを言いました。もう腹立ってきた。なんで腹立つとりあえず書きくけ公演前は、うん、そんなに高くないんちゃう。高くないと思うんですよ、ね、でもワンステよりは高いかな、うん、だと思うよ。さあ、お考えください。行きましょうか。まず、実はパッと、ボケんでんねん。ヒント800円やろ。うん、ヒント後であげるから。はい、800かける、うん、まずこれが10。あ、NGK が考えてるね。9ステが、うん、はい、NGK で800かける京橋花月が、うん、うわー、何回こうやったの。でもものすごい早い。お昼に終わって。うん、夕方4時からユミ姉さんとめちゃくちゃ飲んで、あとね、7時にベロベロに酔っ払いながら電車に乗った記憶あるんですよ。あったね。だから京橋花月1回公演とかやったんちゃう。俺も内田さんとか王将飲みに行ったもん、記憶ある。そう、行きましたよ ね。一緒やったんちゃいます。あ、何回か多分あったと思う。王将行きましたよね、うんうん、だから1回公演やわ。なら火、水、木、金、金は2回公演なのかな、まあ、と月が1回ずつやとしたら5やろ。で土日が2回公演やとしたら、うん、と足す4やから9。こんな少ないことある。あるか、1回9でやってみよう、はい、でも計算ややこしいから12しとこう。だから8000円で、あの源泉引かれたお金はあの入れませんので、もうそのままのそのままのお金の計算で合ってるかどうかですかね。 OK ノリ軽いな。これちょっと計算してください。8、1万、携帯出してもいいですよ、計算機。あ、1万6000円引く800円は分からへん。1万5400円ちゃう。アホやな。どんどんアホがバレるよね。まあ、え800×19 やね、19やと1万5200円。200やん、またやん。もうちょっと、そうか、そうやん、10×8 や、そうやん、もうやだ。アホやな、結局2人ともアホやな。ここがな、私4000やと思うねん。でもうわうわ言うてもうたわ。いいとこ行くんちゃう。1個は4000ない。俺もちゃんと見てないね、今日朝チラッと見ただけですから。かきくけ公演前は、はい、1500円ぐらいちゃう。5000円ぐらいあったかな。そんなにある。そんななかったんちゃうかな。
1500円。ドキュメントは NHK さん、Eテレさん、天才テレビくん、そうか、天テレ出てたもんね。はい、3年出させていただきました、うん、それで言ったら何分やったっけ知らんわ参考にならへんわ、忘れてた、値段忘れたんかよ、ほんと、うん、だからドキュメントは9000円にしとこう。おお、上げすぎかな。でさあ、せやねんやねん。さあ、せやねんです。あー、むずいな。5000円。あ、遅い、すごく遅い。うん、いや、いいですね。じゃあそれで計算していきますか。いいですか。こんな安いかな、はい、結構多いな。2000円にしてみよう。2000円。慎重やなさあ、それでざっと計算してみますか。4000円と、これ2個あるじゃないですか。2個ありますね。 Life is beautiful、はい、だから4000円と800円にしときます。新喜劇の題名で言うてるけど、そのテレゲラね、これはテレゲラですか。Life is beautiful ってずっと言ってる。いくよ、計算機、さあ来ました。こんなにもらってないと思う。67,200円になっちゃった。67,200円を新喜劇入りたてでもらうのってめっちゃ難しいから。難しいと思う。こんなないと思うね、うん、よかったんかな、この週、この月。じゃ謎のやつがあるからね。ドキュメントのやつと書き上げ公演前ね。よし、決まりました。もう合ってたら、合ってたらもういきなりのファイナルアンサー。もっと少ない気がするから、はい、私は65,200円にしときますわなんで2000円。さあ、おお、なるほど。さあ、答えは、はい、65,200円。ちょっと待って、ヒントがあるんでしょ、こっから、はい、こっから一応ね、はい、そのじゃあファイナルアンサーの前のまゆこちゃんは65,200円ね。この65,200円、はい、はい、言っちゃいましたね、言っちゃいました。さあ、ここから大ヒントでございます。はい、まず、はい、さっきから Wife is beautiful って新喜劇の題名ばっかり言ったけども、なんで2行あるねんと。そう、この2行のうち1個は前説でございます。うわっちゃー、じゃあ800円間近いやん。前説でございます。前説か、なるほどね。前説、はい、はいはいはい、じゃあ500円。なるほど、前説か。あとドキュメント、ドキュメントかな。ドキュメント、うーん、ちょっとそうやね、うん、はい、さあ、ハイアンドロー。はい、どういうこと。それよりもハイです。これより、はい、わかりました、もうわかりました。わ、はい、かりました。じゃあもうジャストやだいぶヒント与えてるけどだいぶもう答え、うん、答えに導いていってんねんけどちょっと値上がってきました。だからこれ変えます。逆に増やそう。おお、増やそう。足し算します。どうぞ。あげたよ。あれ減ったやん。減ってる。減ったな。さっきの計算見せてたさっきの計算単純見せてたんか。さっきの計算見せてたんちゃう。減ったわ、めちゃめちゃ。はい、はい、出ました。はい、出ました。マリコちゃんが出ました。さあ、俺が新劇入った当初、2009年6月25日のマリコの予想は、はい、46,700円です。でございます。家賃払えへんのんちゃうます？これ。なあ、ほんまに。この頃多分俺実家戻ったかな。さあ、答え行きましょう。行きましょう。答えはこちら。じゃじゃん。はい。合計支払額。はい。行きました。うん。44,611円。うわー。惜しい。めちゃめちゃ惜しい。惜しい。2600円の差。よし、答え合わせいきましょうか。行きましょう。まず NGK。はい、NGK。19回公演と踏みまして、はい、15,200円。おう、これがですね、はい、やっぱりあのゴールデンウィーク最初の入ってたんでしょう、はあはあ、5月5日のやつが、はい、21ステージなんですよね。わー、本当は21やった。そうです。そして京橋、うん、これもうほぼ押し9回やって、だからいい感じで、ここ差し引きでプラマイ1や。そう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 、プラマイ1って何プラス1プラス1やって、1多いだけやって、1多い、はい、はい、そう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 、してやったんや、うん、いい計算してるわ。そう、いい計算してたんです。テレギャラ、うん、毎節ギャラ500円、これ合ってます。はい、テレギャラ、はい、最初、はい、僕3000円なんですよ。1000円いくんです、ここで。そうでした。はい、ちょっとここ自信満々やってんけどな1000円いくあったんです。 NHK さん行きましょうか。はい、 NHK さん1枚飲みました。 NHK さんね、優しいんですよ。源泉がね、ちゃんと引かれるように、う、最初の元のお金が11,111円で入れてるんですよ。消費税で源泉引かれて、んで1万で入れるように。ジャストや。そう、これは絶対当てられへんと思うもん。だってなるほど、NHK さん優しいんですよ。なんか細かい数字あるなと思ったんですよ、さっき答え聞いた。答えね、うん、そうそう、611円が入り込んできたから。なるほど、
うん、でも1万円ってほら、だから1万円計算が惜しかったんですよ。これはなかなか当てられなかったんですね。これは当てられへん。そう、たまにありますよね。ありますあります。そうやってなんかね、先方さんが優しくて源泉引かれるから言うてちょっと多めなんか入ってるみたいな感じね。はい。さあ、そしてこの5000円は何ですか。これ5000円は、せやねん、あのせやねんです。せやねんがね、うん、2000円なのよ。わー、これが大きな差ですよね。最初に、え、最初2000円にしたんじゃん。なんか、うん、最初そのぐらいにしてた、多分ね。うん、でも少なすぎるやろってなってこのぐらいにしてた。そうそう、だからテレギャラがこのぐらいと4000円で見てたから、新劇の、うんうん、そうそう、その感じでもうちょっとあるんちゃうかっていうのを計算してもらって。なるほど、さ、うん、え、2000円ですか。2000円やったんですよ。はい、当たってたんや。うん、うん、ね、で、コメディ公演前、はい、ぴったり4000円。4000円。ぴったり、すごくない、ぴったり4000円、素晴らしい。へえ、そうです、そのいろんな誤差が出てきて44611円。惜しい、めちゃくちゃ惜しいでしょ。ほんで、なんか褒美はないんですか。何にもないです。ないんかい。ピタリ賞は500円以内ですから、ないんです。これピタリ賞500円以内ってあったんですね。あったんですね。何ですか、ピタリ賞は。ピタリ賞ですか、はい、お食事券です。私から渡すお食事券です。わかりません、わからへん、はい、だから1500円ぐらいだったら渡すと思います。どこかお食事行けるでしょっていうランチをね、行けるでしょ。このお金見たあとやったら申し訳なくなってないやん。いや、それ11年前やからね、これは。惜しかった。これなんや、言っといてくれたら、ニーナさん、うん、私もこの11年前、6月25日のやつ持ってきたのに。うん、いや、ほんまやな。お互いね。あ、そんなんもいいですね。持ってこれるか。持ってこれる、持ってこられるのか。森田真由子ちゃんでした。惜しかった。2000円ぐらいの差でした。最後まで見ていただいてありがとうございました。まゆちゃんもありがとう。その動きになるわ。皆さんもありがとうございました。また明日よろしくお願いします。みんなチャンネルよろしくね。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。